最後から前からさあ丸め込んだ。あ、カウント3、カウント3、なんだ、なんということだ、大森あっという間の勝利。最も強く最もタフで、そして最も運の強い男は誰か。非常なトーナメント戦はさまざまなドラマを生み出してきた。第20回チャンピオンカーニバル、今宵1回戦、この両者が早くも激突。まあ、シングル、ね、カードでも久しぶりなんでね、まあ、今までと同じように考えて試合してたらちょっと足元を救われるかなというところがありますんでね、まあ、今日は初めて戦うような気持ちでね、戦いたいと思いますけどね。勝利を手にするのは三沢光晴か、それともノーコメントを貫いた川田俊明か。自らの左膝を痛めていても上がったリング、そのリングで相手の骨折を誘う激闘を幾度となく見せてきました。なぜそこまでにこだわるのか、それは特別な相手だからに他なりません。90年代全日本プロレスにおける究極の対決が桜の咲き始めた広島で初めて展開されます。過去にはこだわらない、初めて対戦するつもりで戦う。もちろんそれは川田の怖さを熟知しているゆえに発した言葉、ハイキックにはエルボーを返す、それが王道の流儀。リングで全てを出し合って、今1回戦最大にして最高のカードの舞台に上がります。三沢光晴健三、20回目を迎えたチャンピオンカーニバル、時間無制限で行われます。エルボーの叫び受け止めよ、三沢光晴。先輩の風格、後輩の意地、三沢の意地、川田の気迫、三沢光晴、川田俊明、数えて20回目のシングルマッチ、ここ広島で実現。無制限日本勝負、三沢光晴対川田俊明です。放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、夢のカードがこの広島で実現しました。そうですね、まあ2人とも、要するに三沢選手も川田選手もいろいろとこの試合に思い入れがかなり大きいと思いますよ、はい。さあ序盤は逆水平と、あ、エルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い、ロープを使ってハイキック進行調、エルボーかわした、かわした、バーク、コート上から落ちた、三沢が頭を押さえている。川田が一息ついた。99年7月23日日本武道館以来、実に252日ぶりに実現しました20回目のシングルマッチ。ここまで三沢光晴の11勝3敗5分け、しかしここ6試合を見れば川田の3勝2敗1分けと川田有利。成績の上ではもう高校の先輩後輩関係ありません。さあ川田がリング下に降りていった、三沢を捉えて鉄パック、ハイキック、
この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。桃田さん、はい、序盤から川田がガンガン攻めています。そうですね、トーナメントですから、はい、もう自分の出せる技を全て出し尽くしてしまわなければいけないと思うんですよね、はい、これ負けたらもう終わりですから。25年ぶりにトーナメント制が復活しました、このチャンピオンカーニバル。三沢も川田もかつて優勝それぞれ2回、その今桃田さんにありましたトーナメントというのはそれぞれにとって大きな意味を持っている。そうですね、もう要するに1回戦1回戦がものすごい大事ですから、はい、もう要するに1回戦に全てを出さないといけないわけですよね。そしてその全てを出すのにふさわしい相手になりました。これは頭の偶然か、あるいは運命のいたずらか。エルボーローキック、エルボーローキック、エルボーエルボーで返す、膝を狙う、この左の膝、かつて98年5月1日あの東京ドーム、三沢と川田のこの東京ドーム初進出の前日、そのメインイベントになりました。その時左の膝を痛めていた三沢、その後2シリーズ決勝を余儀なくされました。おお、残念、かかと、左右の目でしょうか、鼻でしょうか。顔面は顔面ですけどね、ちょっと心配ですね、今ね、かかとがもろに入ってますね。三沢うつ伏せ、側頭部、目のあたりを押さえています。三沢チャンピオンカーニバルはこのところリーグ戦が行われていました。この三沢と川田、チャンピオンカーニバルでは5試合連続引き分け、しかし今回はトーナメント、そしてなんといっても時間無制限です。さあ川田いけ、早く、エルボーロック、エルボー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 、いいや、顔面です、円錐ではありません、顔面にいった川田、川田らしさ、これが川田、カバーカウントは2、しかし桃田さん3、はい、行くような勢いでした。いや本当ですね、かなり今顔面強烈に効いてますよね。おお、この低い体勢でのステップキック、とにかくこのチャンピオンカーニバル、なんといっても名古屋でのあの戦いがありました、秋山大森7秒でアクスボンバーで大森が勝つという、何が起こるかわからないのがこのトーナメント。ちょっと赤いものが見えました、今ちょっと切れてますね、顔をね、大した亀裂じゃないと思いますけど、正面、正面、三沢が受けることができない、三沢の体がくねる、取った、腕を取った、イガーエルボー、早くも大技、技の三沢。いや、桃田さん、この展開からタイガードライバーです。いや、すごいですね、やっぱり精神力だと思いますね。足を取った、バック、取った、ジャーマン、ホールド、ホールド、カウントは2です。とにかく引き分けがありません、最初から飛ばしていく、そして初めての相手と対戦するつもりでやる、そう話していた三沢光晴、その右の腕、肘のこの出っ張りの部分、そこに自らの思いを全て込めます。三沢がセカンドロープ、トップコーナー登った、ダイビングかわした、自爆、ただこの隙を狙っていた、パワーボードの体勢だ、パワーボード、パワーボード、抑えた、抑えた、ツーで返しています。とにかくタイガー、このドライバー、そしてパワーボード、かつての名勝負の中で幾度なく出されてきた技、すごいですね、やっぱりかなり序盤から飛ばしてると思いますね。それがわずか5分の間に出てきました。川田は足の裏に、そして三沢は肘骨の引き出たところに、このプロレスにかける2人の思い全て込めて、そしてこのリングに上がっています。川田の思い、ビジュアル先輩の、ああ持ち上げない、ここは読んでいた、
足の裏、三沢にこの思いを届ける、そのコミュニケーションの手段。トップ、ボール、ね、トップ、三沢たまらず仰向け、そしてストリップフラムに入った、川田が開発してこのストリップフラム。息ができないか、三沢の体がこのチョップを受けた、だんだん赤くなってきた、休む暇はありません。もう一度ストレッチプラム、川田の位置です。レスリングを通じて理解を深めてきたこの芦川兄弟附属高校の先輩後輩だからこそ、プロレスでしか理解できない何かがあります。この2人にしか分からない何かがあります。汗が滴り落ちる、食いしばる川田、もう先輩ではありません。一レスラー、全日本のトップレスラーとしてのその一と一。あっ、三沢がちょっと様子が変だ。川田スーでなんとか返しました。桃田さん、ここまでの展開、どのようにご覧になりますか。はい、今のところちょっと川田選手が押しているような感じに見えるんですけどね。ひょっとするとですね、三沢選手は鼻のあたりが真っ赤なんですよ。はい、鼻の要するに尾骨を骨折している可能性もあると思いますね。あ、そうですか。さっきの顔面キックですね。はい、エルボーで返す、三沢はエルボー、川田はキック、張った、エルボー、ロープを使ってハイキック、エルボー、ハイキック、変われない、エルボー、もう一回いくか、ハイキック、ローリングのエルボー、満を持した、川田前から倒れた。とにかくこの2人の対戦、怪我とこの納得と言っていいほど、さあ川田、川田怪我とは縁が切れません。右尺骨骨折した時も大阪三沢川田戦でした。99年7月三冠戦の後、川田は両目運動障害、両目ベローアウト骨折、さらにこの遡れば98年5月1日東京ドーム、三沢は死闘を敗れて、そして2シリーズ欠場ということがありました。とにかく三沢とそして川田が、この2人が90年代の全日本プロレスを支えてきました。90年危機を迎えた全日本、当時のエースジャンボ鶴田に向かっていった三沢と川田、まるで毛利元就の三本の矢のごとく結束して、このジャンボ鶴田に向かっていきました。三沢川田、中に戻します。90年5月14日三沢タイガーがマスクを脱いだ東京体育館、その隣にいたのは他ならぬ川田俊明でした。現在川田の攻撃、完全にお互いが何を出すのか読み切っている、その中で川田思いキック。桃田さん、三沢のダメージどうですか。いや今ね、胸も打ってるんですけど、腕を回って左腕をね、キック避けるのでモルに打ってますよね。ああそうですか。こうした、バイオロッジャーマン、ご覧ください、安全やみせげり、顔面三発目、ラリアット後頭部、4回目、違う体を見せた、起き上げた、ブレンバスター完成だ、どうした
垂直落下、これは前にも見たことがあるぞ。さあ川田、これで決めるのか。カウント、カウント、スリー入らず。いやー、すごい攻撃ですね。とにかく川田はもう早い時間に三沢を潰そうというような、 そうですね、そんな勢いです、もう出せる技全て出してる感じがしますね。90年代2人が演じてきた名勝負がありました。そのうちの一つ、このパワーボムで決した試合、浦風で返すか。あ、これで右サッコースを骨折した川田。カバーが三沢、あー、グッ。とにかくあの今大阪を思い出しましたね。そうですね、さあ川田がしかし先に立ち上がっている。ダリアとカバーに入った。伊沢苦しい、伊沢苦しい、伊沢苦しい。肩が上がっている。新世代バーニング、ノービア、秋山が台頭する中、90年代の世代で来たこの三沢川田、これが全日本のプロレスだ。それを今日この広島で存分に見せてくれています。さあパワーボム持ち上げるか、三沢をしっかりと超えるか。高いところから落とした。今夜中に何とかまとめる。それを今日この広島で存分に見せてくれています。さあパワーボム持ち上げるか、三沢をしっかりと超えるか。高いところから落とした。バンチキースか、返しました三沢。いやー、すごいですね。三沢選手の方もあれだけの技を連続で組みながら、よく返してると思いますね、とにかくこの川田利明の気迫、それが三沢につながるに伝わって、そしてその三沢の怒り、そして三沢の何か今まで見せたかった、そんなものがこれから湧き上がってきそうな、溜め込んでいます三沢。エルボー、ローリングエルボー、カウンターに入った。川田の視線が定まりません。三沢が、川田がお互いを見つめる。髪をかけ上げた、距離を詰める。カバーだ、それで返しています。桃田さん、とにかくこの三沢と川田というのは名勝負を演じてきました。桃田さんにもこの2人の思いというのが、この右肘の思いあるんではないですか。そうですね、まあ、要するにもう2人は本当にあの先輩後輩としてやってきたわけですけど、待ってください、タイガーフライバー2発目、カウント3は効かせません。途中からはですね、もう本当にお互いは良きライバルとして戦ってきてるわけですから、もう最高の好敵手っていうんですかね、お互い要するに相手を認める部分もそれだけ大きいと思いますよ。だからこそこの川田利明は三沢光晴を目標にしてこれたんです。その三沢、川田の思いをたっぷりと受けて、さあ今度は三沢コールから1点、川田コール、広島サンプラザ。エルボー、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 ハイキックがあるぞ、気をつけろ、ハイキック。さあ今度エルボーか、やはりキックとエルボー、この2人にしか分からない、そのキックとエルボー、川田利明。しかし時間無制限でエルボー、どうする三沢、カバーに行った、それで返した。川田が三沢を初めて超えたのは97年4月、このチャンピオンカーニバルの決勝トモエ戦でした。さあ三沢、バット、バット、三沢勝った、三沢
三沢が勝った。エルボーではありません、エルボーではありません。三沢が川田にこの技で仕留めた。初めてこの三沢が川田に出していきました。15分35秒タイガーメン、三沢に伝える。すごい、僕ね、ちょっとあの川田選手が、はい、あの肩を脱臼してるみたいなので、ちょっとすみません。はい、もう鈴木桃地さん、そして今の瞬間三沢光晴が4月7日松本大会レイダーと2回戦後対戦することになりました。志賀はリングの下です。レイダーが来ました。志賀の元にレイダーが来ました。レイマスターか、危ないぞ。その角度は宮城県スポーツセンターに